ナンテールプレフェクチュール駅は、フランスオードセーヌ県、ナンテールコミューンにある鉄道駅であり、1973年10月1日に、ラーエー線の最初の開通区間であるオーベール、サンジェルマンアンレー線上に開業した。現在は、ラーエー線の中心部分の駅の一つである。この駅は、オードセーヌ県庁の近くにある地下駅である。この駅から、レラ線を利用することができる。 この駅はパリ交通公団により運営されている。A3 支線、A5 支線の列車では、この駅でフランス国鉄とパリ交通公団の運転士が交代する。この駅で西へ向かう路線はパリ交通公団が運営するサンジェルマン・アンレイへの路線とフランス国鉄が運営するセルジール・オート・ポワシーへの路線に分子する。ナンテールプレフェクール駅では、 以下の列車が運行される。ノンテールプレフェクチュール駅の利用者数は1日2万1000以上である。利用者数は、ラデファンスセールある主計画国益関連事業による、駅周辺の発展により、2万5000人まで増加する、可能性がある。画像をクリックすると拡大しますハット・イナウグラチオン、D、ウンルベル・オクセ・アラガレデノンテイア・プリーフェクチャー。ありがとうございます。